これでいいの。シングルベッドに無理やり二人で入り込む。暖かいけど寝返りを打ったら落っこちそうだ。私が床に布団で寝るよと言ったんだけど、聖子は堅くなにそれを拒んだの。聖子が狭くないならいいんだけどさ。あったかくて素敵。このままナオミとチューできたら死んでもいい。口を数字の3みたいにして目を潤ませてこっちを見ながら、何を言ってるんだろうこの子は。じゃあしない方がいいよね。聖子いなくなったら嫌だもん。しまった。あ、なんだろう、超楽しい。正直自分でも気づいてる。多分聖子のセクハラとそれを笑ってスルーしている私を傍から見たら、仲良しを超えた二人に見えるだろうなって。だけど私はもちろん聖子だって全然恋愛的なそういうのじゃなくって、本当に大好きな友達として、私たち二人の距離感ってこれが普通なんだよね。だから時々される誤解を解くのが大変だったりもするんだけれど、それはそれで面白いから私もちょっと楽しんでいたりもするんだ。私ね、友達止めたの初めてなんだ。私もお泊まり帰って初めて。一人でベッドで寝るよりも全然いいね。あれ、大丈夫？さっきのお風呂場のビンタ強すぎたかな。腰の入ったいいパンチだったぜ。平気だけど。聖子がほっぺたをさすりながら、いい笑顔をする。ごめんね。ねえねえ、今度さ、聖子ん家に私も泊まりに行っていい？ああ、来て来て。弟たち紹介する。絶対来て。ありがとう。窓の外から差し込む月明かりが、部屋の中を幻想的に照らしている。ふっと、私の中でまた現実感が消える。私は今どこにいるんだっけ？夢？いや、現実だよ。聖子の体温を感じるもの。でも実は本当の自分は全然違うところにいて、ずっと経験しているこの現実がそこで見ている夢だったりしたら？眠くなるとろくなこと考えない。はあ、じゃあ明日大変だし寝よっか。だね、文化祭だもんね。前日にお泊まり会とかチャレンジャーだよね私ら。寝坊しないでよ。布団ひっぺがして冷蔵庫の保冷剤お腹に乗せちゃうからね。大丈夫だよ。私の朝の速さはおばあちゃん並みなんだから。よし、行ったね。じゃ、おやすみ。おやすみ。おはよう。聖子も疲れてるのかな。気持ちよさそうな寝息を聞いていたら、私もどんどん眠くなる。この子、びっくりするほど体温高い。昨日の夜は寒かったけど、これはいいや。湯たんぽだ。あったかい。だね。あ、起きてたの？ナオミの声はいつだって、熟睡してたって聞こえるの、私。教室でもそうでしょ？もう超能力の域ね。てか、授業中寝ちゃダメだよ。ねえねえ。ん？将来結婚してもさ、変わらず私と一緒にいてくれる？もちろんだよ。急だね、また。本当に？本当に。
当たり前じゃない。私と聖子は何があっても友達。ずっと一緒だよ。ありがとう。なーに急に。もう。聖子がバサッと布団をかぶる。何この萌えキャラ。友達以上の感情が芽生えたらどうしてくれるのか。ナオミ？ん？ずっと一緒にいようね。うん。おやすみ。おやすみ。聖子も私と同じことを考えてたんだ。嬉しい反面、なんだかまた照れくさいような変な気持ちになった。聖子はやっぱりすぐに寝息を立て始める。こっちを向いて丸くなってる。目の前で寝ている聖子の頭をじっと見ていると、不意に手が動いて、そのまま撫でてみたくなった。おかしい。寝入りかけのテンションのせいかな。不思議なほど自然に。私はそっと聖子の後頭部に手を回してみた。そのままお母さんが子供にやるようにゆっくりと頭に沿って手を動かしてみる。うん、いい頭の形。丸いな。私はよくわからないことを考えながら聖子の頭を撫でていた。聖子が私の胸に顔をうずめてしがみついてくる。あれ？寝ぼけてる？なんか変な絵だけど、今晩だけ、いいや。よしよし、いい子いい子。今日夕方から雨降るみたいよ。二人とも、傘持って行きなさい。はい。あ、お借りします。ありがとうございます。よし、元気に行っておいで。篠原さん、デートの約束、考えといてね。はい、お母様。誰がお母様？びっくりするほど早起きな聖子に布団を剥ぎ取られて、私はくしゃみをして目を覚ました。髪を溶かして制服を着ると、お母さんが作ってくれた朝ごはんを頬張って、私たち二人は家を飛び出した。急がないと準備に遅刻しちゃう。私もすごいね。うん、あ、そうだ、私準備室からお椀運んでくるから、聖子先に教室行っといて。了解。あ、カバン持ってっとくよ、貸して。ありがとう。文化祭、如月祭当日。結構歴史のあるこの学校で、今日は第何回目だったかな。中等部から高等部までみんな30分後の開催に向けて出し物の準備で忙しそう。超にぎやか。あとで時間があったらいろんなクラス回りたいななんて思いながら、家庭科準備室に洗って伏せておいたお椀を抱えて、私は自分のクラス 2-9 へ向かった。いつもの階段を上り、2階の奥にある教室へ向かう。今日、私たちのクラスでは、おしるこ屋をやることになっていた。教室に近づくと、廊下にまでもう甘い香りが漂ってる。朝ごはんいっぱい食べてきたのに、もう食欲が顔を出す。やっぱり甘いものは別腹だよね。おはよう、みんな。おしるこ屋のお椀ってこれぐらいで足りる？おはよう。おはよう。うん、それぐらいあれば大丈夫。よー。
おはよう、岸沼。サトシも。ああ、海。なんだかサトシが変だった。キョトンとしてこっち見てる。また寝坊でもしたのかな。気になったけど、私はまず両手に抱えたお椀を置こうと教室の奥に入っていった。足元が見えない、怖いな。落とさないように。いやー、ナオミ、おはよう。うわー、ちょっと聖子、お尻触んないで。 おはようじゃないでしょ。うふん、手の塞がったナオミさんを見て私が放っておくとでも思いか。食器は清潔にしておかないと。仕方ないな。もう一遍洗いに行こう。手伝うわ。ごめんね。そうして始まった文化祭。私たちのおしるこ屋では、鈴本さんの用意してくれた可愛い衣装を着て接客したの。彼女は演劇部で、いつも舞台の衣装デザインを担当していて、それだけじゃなく実際に縫製までしちゃうから、こういう服作るのも慣れたもので、とっても出来がよくって、この衣装が超可愛いと評判になり、中等部から高等部まで全校の生徒が押しかけてくれて、うちのクラスは大にぎわい。私たちもサボる岸沼を追い回したり、休憩の時間にはいろんなクラスの出し物を見て回ったりして、みんな楽しい一日を過ごしたんだ。結局、私たちのおしるこ屋は校内人気第1位を獲得して大成功に終わったの。時計の針は6時を回っていた。楽しかった文化祭も終わり、みんなで雑談しながらこの後片付けをしようねって言っていたんだけど、気がついたら残ったのはサトシと委員長、聖子、森重、岸沼、鈴本さんと私を入れて7人のみ。他の子たちはみんな帰っちゃったみたい。結局、後から来てくれた副担の宍戸先生とお兄ちゃんを迎えに来たサトシの妹のゆかちゃんを巻き込んで9人で片付けをすることになった。おー、片付いた。みんなお疲れ様。頑張ったね。くそ、バックレて帰りやがった連中、ただじゃおかねえ。うーん、私の委員長としての求心力もまだまだということね。岸沼でさえ残ってるのにね。うるせえ。鈴本さん、あなたと過ごせたこの数ヶ月、本当に楽しかったわ。元気いっぱいのあなたに何度救われたかしら。みんなあなたのことが大好きだし、尊敬していたと思うの。口には出さないけど、みんなちゃんと見てたんだよ、あなたの人間性をね。周りを気遣って、みんなを立てて、陰では一生懸命努力してた。先生。意識もせずにそれが実行できるのは、本当にすごいことなんだよ。あなたの副担任でいられたこと、私誇りに思う。向こうへ行っても、元気でね。はい。そう。文化祭後の連休を挟んで、鈴本さんは転校してしまうんだ。今日が実質最後の登校日だったの。みんな
鈴本さんのことは大好きだった。本当に裏表のない優しい子で、これから毎日会えなくなるんだって思うと寂しくてたまらなかった。時間も遅くなり、いよいよお別れっていう時に、階段好きの委員長が幸せの幸子さんっていうおまじないを出してきたんだ。彼女はカバンから紙でできた人型の片代を取り出した。どこかの神社で見たことがある、悪いことを身代わりに受けてくれるというあれにそっくりだった。ビジュアル的に呪いの儀式みたいで、なんだか怖い。私以外のみんなもぎょっとしてた。ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをするとね、その場にいたみんながずーっと一緒につながっていられるっていうおまじない。永遠に友達でいられるんだって。ほう。どうやるの？ダメだ！これはダメだ！みんな、危険だ！これはしちゃダメなんだ！命に関わる！さあ、トシ！命とはまた大げさだな。あれあれ？違う！冗談じゃないんだよ、みんな！怖がりのサトシが必死で嫌がってる。そんなに拒否するほど怖いかな。大丈夫よ、持田くん。これはいつもの怖いやつじゃないから。お前がそんなに意地張るのも珍しいな。怖がるサトシをよそに、みんなのおまじないは進行していく。彼一人、目に涙を浮かべてそれを見ている。なんだかかわいそうになってきた。でも鈴本さんのためのおまじないだし、やってあげたいし。どうしたんだろう、サトシ。頼む、やめてくれ。これはやっちゃいけないことなんだよ。どうして分かってくれないんだ。あれ、これ本気の時のサトシだ。え、サトシ、何が言いたいの。同じ日が繰り返されている。俺には分かるんだ。この先大変なことが起こる。もう終わるから、いい子で待ってて、持田くん。繰り返してる。委員長が言ってた既視感ってやつ。そういえば、なんだろう、この現場、この空間、このおまじない、なんだか。おまじないの紙人形をつかみながら、私は自分の記憶を遡っていた。じゃあみんな、引っ張ってちぎっちゃって。青ざめた顔をして、サトシが紙人形をつかんで参加する。ようやく意地を張るのをやめたね、と微笑むみんなの顔とは反対に、私は嫌な予感がどんどん膨らんでいた。あれ、待って、これ本当に。行くよ、せーの。パニックになる私の目の前で、開け放たれた保健室の入り口から
黒い影がゆっくりと出てきた。殺してやる。パニックになる頭の中を整理する。何だったの今の。何が起こってたの今。黒い霧みたいなものが私の全身から、口から、耳から、体の中に入ってきていた。喉の奥に太いものが詰まってて、息ができずに一瞬意識も飛んだ気がする。私は今殺されかけたんだ。胸の奥に大事にしまっている命を、まるで冷たい手にわしづかみにされたようで、私の体は全ての器官がひっくり返ったように乱れていた。胃がおかしい、腸がおかしい、足がもつれる。人間はプレッシャーだけでこんなにも体が狂うのか。喉に残る自分の胃液の味と匂いに、私は再び吐きそうになるのを必死でこらえていた。見覚えがある、この場面、この状況。私絶対覚えがある。ここに来たの初めてじゃない。